先月4日群馬県の育英大学レスリング部です。鋭い視線で練習に励む選手、江南市出身の桜井つぐみ選手、22歳。現在、育英大学の4年生です。レスリング部の練習は、ほぼ毎朝6時半から始まります。桜井選手もおよそ2時間汗を流します。朝練が終わると向かうのは大学内の調理室です。練習後すぐにしっかりと栄養を補給するため、マネージャーが用意する食事をとっています。この日のメニューはわかめご飯、牛肉の炒め物、鶏のささみときゅうりのピリ辛和え。これおいしい。昨日朝練終わった後毎日作ってくれてるんで、こういう感じで食べます。ありがたいです、レスリング部の仲間たちに桜井選手について聞いてみると、意地悪な先輩です。そんなこと言わんといて、いいように言ってもっと。つぐみさんはそうっすね、優しい先輩っすね。ね、真面目ですよ。トレーニングも黙々頑張るんで。でもマジで頑張ってる、トレーニング。いつも悲鳴上げてますよ。見て。朝ごはんが終わるとすぐに授業へ向かいます。4年生の桜井選手は卒業論文執筆の真っ最中で、この日も担当の先生から指導を受けていました。それはもう喜ばしいというか、ちょっと信じられないですよね。すごいです。はい、誇らしい。表現しますよね。全然違います。はい、かっこいい。ありがとうございます。桜井選手は高崎市内にある寮で生活しています。こんにちは。こんにちは。桜井選手の部屋にお邪魔しました。3人部屋で桜井選手には一人で過ごせるスペースがあり、お気に入りのクッションで漫画を読んだり、あいみょん好きで、あいみょんの冊子いっぱいあるんですよね。あと田中圭も好きで、田中圭も。壁には試合前にもらったという激励の横断幕が飾られていました。もう一個前のオフはディズニーランドに高校の友達が来てくれてたので一緒に行ってました。でも逆に一日歩いたら疲れますね。22歳の女子大学生らしい素顔を覗かせる桜井選手、パリオリンピック代表をつかみ取った強さの秘訣とは。去年12月、群馬県の育英大学で練習に励む桜井選手の姿がありました。自分よりも他の人が中心の練習が多いので、自分は、まあ、自分で考えて、その自分の必要なことを考えながらやってます。桜井選手がレスリングを始めたのは3歳の時。父親の雄二さんがレスリングのジュニア世代を育成しようと立ち上げた高知レスリングクラブに入団しました。桜井選手は決して才能に恵まれていたわけではないと振り返ります。覚えるのはあんまり得意じゃなくて、それこそ人よりも何倍もやらないとできないし、
なんか動きがどんくさいってよく言われます。中学ではレスリングクラブで活動するとともに、ある部活動で汗を流していました。部活はなかったので相撲部に入ったんですけど、飛行とかきつかったですね。まあ相撲で足腰を鍛えたりバランスとかそういう部分が、まあ、出てるのかなとは思うんですけど。相撲部での鍛錬によって粘り強さや強靭な足腰が培われたといいます。現在育英大学で指導する柳川義麿監督は、櫻井選手の強さの秘訣をこう分析します。もう真面目ですよ。もうコツコツ練習して、基本的な技術自体はもともと高知県でお父さんが中心となって、まあ、やってきたことだと思うんですけど、細かいことの指導と、あとは、まあ実践の積み重ねで厳しさとか、まあ、その自信をつけさせるための練習量とか、まあ、そういうのはもうこっちで培ってるか。櫻井選手の得意技は腕取りと呼ばれる、相手の片腕を両手でつかみ相手のバランスを崩す技です。押し出しやタックルの前の起点となる櫻井選手の必殺技で、3年前に高橋隆介アナウンサーがその強さを体感していました。自分相撲をやってたので、こう取ってから押したりっていうのが、こういうのが得意で、接近戦が好きなんです。この技を中心に組み立てていくんで、もうこれは自分の得意な技でもあるので、でももっともっと課題もあるので、もっと練習して。また柳川監督は櫻井選手のレスリングのうまさについてもこう話します。私が言葉で喋ったことをきちんとこう人に伝えられるように、技術でこう対応してくれるっていうか。練習中にはコーチからの後輩、清岡萌選手に櫻井選手が指導する場面もありました。最後のところはゆっくり、だいたい片足が滑ってたら弱いです。ゆっくり、これ気持ちなくない？だからそれを決まるように自分で、これこう自分の腕のことやろ。こうは角と、こっちもこうする。言葉にして説明しづらいプレーを言語化できることが、彼女の強さの秘訣でもあるようです。3歳からレスリングを始め、ついに今年オリンピックに臨むつぐみさん。ここまで来ることができたのは父雄二さんのおかげだと話します。そのオリンピックに自分が行きたいって言ってる、そのオリンピックに行かせるためにすごい必死に毎日自分のことを考えて必死にやってきてくれてたと思うし、もう本当に昔に思えば多分自分が行けるなんて思っても多分いなかったと思うので、やっぱりここまで来たからやっぱり優勝してほしいと思ってると思うので、今年の目標はやはりパリ五輪で金メダル取ります。自分を支えてくれた周りの人もやっぱりそのオリンピックに行くためにずっと支えてくれたし、やっぱりここで金メダルを取って皆さんに恩返しできるように頑張りたいなと思います。今までもたくさん応援していただきありがとうございます。絶対パリで金メダル取れるように頑張るので応援よろしくお願いします。パリオリンピックは7月26日から8月11日までで、レスリングは8月5日からの日程です。